この動画では据え付け作業手順についてご説明します。最初に排水ホースを準備します。排水ホースの接続には浮き上がり防止のため付属の排水ジョイントホースを使用してください。排水ジョイントホースは真下排水接続が可能です。真下排水口に接続する場合は L 型エルボーを必ずつけてください。特に以下の場合は排水ジョイントホースの接続が必須です。排水ジョイントホースの接続には付属の排水ホースをカットする必要があります。排水ホースの本体取り付け側を図の位置でカットしてください。付属品のスリーブを差し込むための深さを確保してカットしてください。ホースバンドを排水ジョイントホースに通します。排水ホースのカットした側にスリーブをはめます。排水ジョイントホースに差し込んでホースバンドで固定します。次に排水ホースを本体に接続します。排水ジョイントホースを接続口にしっかり差し込みます。差し込み部が見えなくなるまで差し込んでください。排水口の位置に応じて排水ジョイントホースを取り付ける方向を変えてください。排水口が本体右横または本体下の場合は本体の外側に向けます。排水口が本体左横または本体下の場合は本体の内側に向けます。ストッパーを本体に取り付けます。ストッパーの凸部を接続口のオーブ位置に合わせて取り付けてください。本体で排水ホースを踏んだり挟み込んだりすることを防ぐため排水口に近い本体側面にホースを仮止めしてください。排水口が本体左横にある場合はホースを下から通して本体側面にホースを仮止めしてください。本体を防水パンに乗せます。洗濯機を前傾姿勢に傾けて2人がかりで持ち上げます。洗濯機の前に半身を入れて天板後部と側面ベルトを手でつかみ太ももで本体フレームを支えながら2人で持ち上げます。前足を防水パンに乗せる位置に合わせて移動します。後ろ足から運び入れ前足を防水パンの内側まで入れます。前足を防水パンに置いたら前傾姿勢から洗濯機を起こして後ろ足を防水パンに乗せます。天板後部を持ち足をゆっくりと防水パンに乗せます。背面・側面の3方向が狭い場合は高さ調整脚を使った真下排水のホース接続も可能です。後ろ足を置く位置に高さ調整脚をセットし本体の後ろ足を乗せます。前足を置く位置に高さ調整脚を入れ本体を乗せます。排水口にホースを接続します。設置の際、膝などで本体を押さないでください。足に防水パンの縁が接触しないようご注意ください。発火の恐れがあります。排水ホースを排水口に取り付けます。排水ホースを排水口に差し込みます。排水ホースが長い場合は A または B 位置でカットして先端にスリーブをはめ直してください。排水ホースは排水時の水の力や振動などで動く場合があるため排水口にしっかり差し込みインシュロックやホースバンドなどで確実に固定してください。排水ホースは
設置面から80ミリより高くならないようにしてください。排水ホースがよじれたり潰れたり浮き上がったりしないように処置してください。敷居などで排水ホースが10センチより高くならないようにしてください。給水ホースを取り付けます。袋ナットの先を給水口にあてがい、傾きのないように確実に締め付けてください。転居などで取り付け直したときは特にご注意ください。給水ホースを接続後、水栓を開き、給水ホースの接続部から水漏れがないか確認してください。取り付け後、据え付け説明書の裏表紙のチェックシートを使って雨季項目を必ずご確認ください。水平の確認と調整をします。設置場所、設置面の状態により本体が水平に置けない場合があります。次の手順に従ってガタつきをなくし、水平設置を確認してください。水平に設置できていないと本体の移動、異常振動、騒音、故障の原因になります。必ず水平になるよう調整してください。調整足は前後で4本あります。工場出荷時は一番低くしてロックナットを締めています。前足の高さを調整します。2人で作業してください。1人が本体を支え上げ、1人が足を調整します。調整する足のロックナットを時計回りに緩めてください。調整足は時計回りで高くなります。一度の調整の目安として半回転から1回転してください。調整が済んだらロックナットを反時計回りに締めてください。振動が大きくなる原因となりますので、しっかり締めてください。本体を元に戻し、ガタつきがないか確認してください。アース、電源を接続します。アースは確実に取り付けてください。故障、漏電による感電の原因となります。定格15アンペア以上、交流100ボルトのコンセントを単独で使ってください。電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。コンセントにアース端子がある場合は、アースの先端を確実にアース端子に接続してください。コンセントにアース端子がない場合は、法令により電気工事士によるDシュ設置工事が必要です。取り付け後、据え付け説明書の裏表紙のチェックシートを使って雨季項目を必ずご確認ください。設置完了後は必ず試運転をお願いいたします。試運転動作については動画試運転のお願い編、または据え付け説明書をご確認ください。